というわけで皆様こんにちは、オワタピーことガルナです。そしてアンダーボーでーす。収録時間が、1時間遅れましたあれ B プラスがたくさんいるね。すごい。 C プラスもいる。逆にこれはどういうことだ。珍しいですね。珍しいですね。あ、例えば S プラスと C プラスで組んでるとか、まあ、そういったこともありますからね。そうですね。さあサザンクロスの2人と頑張っていきましょう。あ、向こうに新しいニューユータ、ユータがいる。よし、ユータをやっつけに行きましょう、ね、夏休み終わりだユータの夏休み一貫にしてやる二度と夏休みができない体にしてやるよしか。あー、バケツが味方にいる。いいですね。バケツがいる。ここバケツ、あ、敵にもバケツがいる。よし、確保しました。あ、カーボンか。あ、ダイオウイカの上から。やばい、すごい、カーボン、ユータはカーボンローラーだ。よーし、ユータがどんどん攻め込んできてます。あ、なんか呼んでます。やったよ、倒したよって。ユータ、お前強いな夏休みの方が強くなりましたね。夏休みの方強くなった、ユータユータじゃない、コタロー。やばいな、コタロとユータのこの黄金コンビが、ローラーコンビが強いですね。そう、でも、なんだこれ。おお、危ない。トルネードかな。トルネードがいますね。よし、あ、ここ来ました。一応、自分のきちんと行くとか、敵陣に行こう。自分に行きましょうか。おっと、ローラー。あ、やばい。あのバケツって一発70ですもんね。結構強いんですよ、ね、結構強いですね。2発で確定ですね。止められてる。おっと、ユータ、ユータ頑張り待っている。オッケーオッケー。でも真ん中にいたユータは倒した。あ、後ろから行こうか、行こうとしてるかな。裏を回ってきてますね。おー、ダイオウイカだ。ダイオウイカ来てますよ。私はのんびり潜伏してます。だいぶかと戯れてます。あ、もう一回。なんでそこでトルネードでやったの。すごいとこで撃ちましたね。はい、オッケーです。あ、だいぶか。よーよーし、オッケー。さあ、だいぶ一回戯れようぜあ、ごめん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 。あ、よし、これはいけるか。いけるかな。よーし、オッケー。よしよし。なんとか夏休みのユータを倒すことができました。夏休みじゃないことでしたねさあね、皆様夏休み存分に満喫しておりますでしょうか。私は今日はね、夜勤明けで若干眠たい状態なんですけれどもお、アンさん大活躍ですね。頑張りました。やっぱり向こうに S いましたけれども、さあ、これはプラスの8ですね。あ、これでも8になるんですね。 S がいるだけで結構すごいな。力が均等なほどいいのかな。そうですね、均等だとプラスマイナス10ですからね、うん、さあ、さあ次はどんなユータが来るのかでもあれですね、この募集の時点で、うん、そのみんなの武器見えないんですね。そうですね、まあ見えたら対策されてしまうかもしれないですからね。あ、そうですね、まあ、普段見えないですもんね。あ、ですね、うん、味方のは分かるんですけどね、うん。で、ここの、ところでも武器を変えることができるらしいですからね、カスタマイズで。あ、そう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 。へえ。だから一回なんか抜け直してロビーに戻らなくても、その、はいはいはい、まあ、エントリー開始とかあるじゃないですか、準備 OK、はいはいはい、あそこの画面でプラスを押せば変えられるらしいんですよ。あー、なるほどな、ね。さあ、というわけで抹茶オレさんが A、 あとは S というね。そうですね、己アンダーはお前のせいだいや、頑張んないといけない、ね、頑張んないと、ね、いや、逆にここ勝ったらね、あ、抹茶オレさんいいですね、スクイックリンのね、A と一緒に頑張っていきましょう。ここ勝ったら美味しいですよ、プラス14ぐらいもらえんじゃん。よーし、よーし、じゃあさ、侵略していくぞさあ、どう攻めましょう。まあ、リッターがいない分ありがたいです ね、 ですね。ワンちゃんが攻めてます。まずは、あ、でもダイナモがいるが、ダイナモ力があるな。上からバッシャバッシャ、リッター代わりですね、ダイナモが。とりあえずバッシャバッシャしとく。ちょっとね、わー、囲まれた、大丈夫、ビーコン代わりになりますよ、なんだったら。味方が一人やられてる。あーっと、スプリンクラーとボムが持ってかれた。あ、完全にこれ私がここにいてバレたね。あっ、ベンボム。よし、じゃあ、自分の場所バレたので
あ、ダイナモだ。よし、危ない危ない。ちょっと待って、メガホンレーザーで、まあ、敵を一掃してくれたのかな。ちょっと掃除しないと。おお、え、どこにいた。うわすごい、今の空気の、あ、下にいましたね。あ、ナイスでさんさん。あっと、なんかいろんなとこに、いろんなとこに、いい、ダメだ。自分に2人いるのでそこに飛んでいきましょう。このスーパーセンサーダイナモの、あのインク回復に使われてるやつですね。若干きついね。おお、だがまだ奇跡的にボーマンがカウンター動いてないですね。ボーマンがいいな。あー、やばい、やっちまった。すいません、今からあの私ね、あのダンプカに自分から当たりに行っちゃいました。いや、ボーマー厄介ですねこれ。アンさんのところに飛び込んでて、あー、ボーマーいるんでやめたほうがいいです。ビーコン使おう。すごいボーマーっす。ゴミ合戦ですね、完全に。これは攻めたいけれど、攻めたいけれど、あ、スーパーショットいるね。逃げます。アンさんがバリアを使ってる。ちょっとだけど、逃げー。いやー、よし、オッケー。上から倒した。さあ、こっから行くか。いけないね。でも攻め込めてますね、味方で。あー、ダメか。ワンちゃん一人じゃちょっと難しいかな。一旦ここは引きますか。うー、ダイナモ押し込まれてるね。ダイナモに押し込まれてる。ビーコンもう一個ぐらい真ん中に置いとこうかな。あ、ボマーがいます、そっちに。攻められないっすね。おっと、スーパーショット来てる。ダイナモか。うわー、攻められない。すごいな、このお互いのこの真ん中の攻防がすごい。いやー、ボムきつい、ね、ボムが攻められないっすね。あの、完全にあれじゃね、これさ、みんなやっぱりさ、あいつあそこにいるとなんかこう連携取ってるとしか思えないような、なんかこのあれですね。ありますね。よいしょ。よし、オッケー、バリア。さあ、行っているところで攻め込みたい。あ、消えます、消えます。オッケー、逃げます。あー、ダイナモが攻められない。あー、マジか。あー、なに、私がせず落ちた。あー、やばい、スプリンカーがいたね。うわー、あ、でも、うん、初見ですわ、倒した。初見じゃねえだろ、お前、絶対。ガチすぎるぞ、装備が。攻めれない。攻め込まれてしまいました、ついに。残り1分34秒。どうしようかな。カウンタースキップして、1回に行くしかないね。1回取った。うーん、つらいね。1回取ったら美味しいところだけど、若干敵もポイントなんだろう。用意ドンで、なんかこうさ、徒党組んでる感じがすごいな。すごい。一人、アンさん倒してるね。攻めたい、攻めたい。あー、ダメか。ダイナモはやっぱり突破できない。相性が悪い。お、ナイスシールド。あー、入ったけど、うーん、辛いか。ダイナモか。あー、やばい、後ろ取れた。後ろ来てる、危ない。オッケーオッケー。あ、じゃあいいや、アンさんとこ行こう。ダイナモがバッシャバッシャ。あー、後ろも取られてます。いい、そこにいる、そこにいるは分かってる。よいしょ、取れない。ちょっとこれ見かった。あ、バリア。あー、そこダイナモ当たんの。すごい、ダイナモのこの守護神なんとかしないとやばいな。さあ、アンさんのところに突っ込んでこう。とにかく、取らないとダメだもんね。あ、ダイナモ、ダイナモ、ダイナモ。ボムがいる、やばい、カプチャーいてる。あのダイナモなんとか倒せない。くそー、やばいな、あれだ。もうちょっとのんきに自分を塗って大王になった方が早かったかもしれないですね。これは申し訳ないです、ね、うん、接戦だった。接戦でした。結果を開けてみればね、一方的に押し込まれてるだけだったかもしれないけどですね、うん、いやー厳しい。いやこれはダイナモっすね。ダイナモっすね。守護神がいましたね、うん、ダイナモだってノーデスですからね。私のこの急デスは素晴らしいことに。あー、また言われる、名人様に叩かれる。いやーでもボム、ボムがいっぱいあったんで、あれはなかなか攻め込めないですから ね、やっぱりあれか、
逆にどうすれば今の勝てたのかをね、やっぱり自分のね動画を見直すことによって自分のこの立ち回りをね研究する、そういったことをやってもいいかもしれないですね。さあというわけで、あ、来た S プラス。しかも私これこのチーこれなんかレジェンってなんかチーム名なんですけど、はいはい、知ってる、うん、なんか強い団体じゃなかったっけ。味方だ。およし、 S プラスを味方につけて、さあノックアウトしていこう。動画時間もあと3分ぐらいで終わらせたいからね。あ、投稿者の鏡、ね、S プラテンも若干空気読んでいる。よし、やっぱチームとかあるんですね。うん、ありますね。まあ我々ノラですからね、チームに組むことなく。そうです。おっと、これは届くんだ。ウォーニングダウンだったか、若干見えなかったな。てか本当にあの木が邪魔。あの木で本当に、ね、あの木で本当にあの相手の武器も見えないのはちょっと辛いですね。ここさせてもうちょっと近くにやってもいいんじゃない。はい、 お疲れ様です。あ、ストップしたんですかね。ちょっとあの自分のところを、あれがついちゃった。センサー厄介ですね。センサー厄介ですね。ボムが、ボムが怖い。わあ、そしたらもうあれか、ちょっと砂に戻って大王貯めようかな。危ない、生き延びた。よし、それ大王貯めようて、それ出てみて。ダイナモがいるとかなり無理力があるので、あーっと、でも結構できたけど、バリアを、あ、ダイナモが持ってた。さあ、私真ん中でやられるわけにいかない、やられるわけにいかない。近づけない。あー、捕らえたか、それは捕らえんだ。早い、捕らえちゃうか。うん、スクリックリンだね。さあ、さっきの A の方、あー、逃げ道がない、危ない。さあ、飛んでった先には何がある。あー、スクリックリンがいる。危ない危ない、スクリックリンから逃げる。スクリックリンから逃げよう。あー、センサー捕られた。私はちょっと体感する。うわー、ばい。どう進もうかな。よし、ダイナモ倒しました。お、ナイス。さあ、ダイウイカでダイナモ倒してからの、どうしようかな。あと私、あ、狙われてる。あ、でも味方が、よし、おとりだ。味方おとり、味方おとり、あ、違う、ハンさんがおとりか。おとりやりました。さあ、スピンカーは倒す。ダイナモが来てますね。ダイナモがものすごいなんか高波を寄せてやってきます。ダイオウ、よし、ちょっと自陣チンと行こうかな。あ、オッケーオッケー。よよ、さあカウントはこのまま押したいところ。いるね、あそこに。うー、いいところにいたか。さあ、カウントをリードしました。よしよし、美味しい。このタイミングリードは若干美味しいけれども、あー、センサーの上にバリア、あー、逃げ道が、あー、私に飛んできて、ビーコン、私ビーコンになる。ここは、なんとか、よし、確保した、よし、オッケー、バッショイ、あー、よかった。さあ、動画時間に優しい。さあ、よしよしよし。これは美味しいですかね、ポイントが。美味しいですね。やっぱりあのタッグマッチだけあって、ほら残り2人もさ、こうね、やり取りしながら、あるいは空気読みながらやってますからね。そうですね、あ、うん、全然役に立たなかった。いや、そんなことない。さあ、プラス10きました。というわけで今回はここでおしまいです。おわたびことガルナでした。そしてお相手はアンダーバーでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。